に申し訳ございませんでした。流出しました。この原因はもうただただ我が社の管理体制に問題があったかというふうに認識しております。管理体制の強化を徹底し、皆様の信頼を一日も早く回復できますよう、従業員一同全社を挙げて取り組んでまいりたいと思います。出品してですね、落札した数の合計がこの7844でございました。その中で記憶領域がある商品、これが3904でございます。このような商品がございました。ですからこれがまあ実際的には対象であると。そしてこの3904出品された落札された数、ここがですね、うちの商品から出たかどうかというところについては時間はかかりますけども、最後の1個まで全力を尽くして進めようと思っております。これまではパソコンからハードディスクを抜き出した際には個数管理をしていましたが、それが抜き出したハードディスクをまとめて穴開き作業を実施しておりました。よって破壊された後の個数との付き合わせが不十分でございました。問題点2点目でございますが、手荷物検査を実施しておりましたが、内容頻度とも十分ではございませんでした。誠に申し訳ございませんでした。